演舞開演。どうも、本日はこちら山口県白友茶、いや友白発というお茶を飲んでみたいと思います。なんか変な名前ですね。いや変なっていうのも失礼な言い方かもしれませんが、白髪って、ちょっと見えにくいですけど、お茶っ葉系の緑茶です。なのでこうだけど優しい甘さが口中に広がります。はい、このようにいつものようにシャッ、はい、ティーパックに入れます。本当急須がないのでこういう風にやっていくしかないんですね。本日はお湯はすでに沸かしてあります。お湯が多いかな。でもまあ結構鮮やかな色がもう出てますね。ですがさすがにこのままでは飲めませんのでしばしお待ちを。入れ終わりました。色が本当鮮やかですね。では飲んでみたいと思います。これまでの緑茶に比べるとあれが強くてあれが弱いんですね。緑茶なんですけど、いわゆる苦味や渋み、そういった大人向けの要素じゃなくて、どっちかというと甘めで飲みやすいお茶にありますね。ただ緑茶に渋さや苦さを求める人にはちょっといまいちな感じかもしれません。ただこの説明書に書いてたんですけど、緑茶って貯蔵品なんですよね。なのでやっぱり好みは分かれてしまうものなのかなとも感じます。どうもご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。